三熊野神社は、静岡県掛川市に鎮座する神社で、神門イコール右三つ、長寺ともえである。遠州横須賀三熊野神社大祭での二時にあた静岡県掛川市に鎮座し、近隣には横須賀城がある。文武天皇の命により大宝年間に創建されたとされている。祭神は、いざなみ命、早玉男命、ことかい男命の見柱であり、 熊野三山から勘定されたとされている。文武天皇により、同時に創建されたお前崎市の高松神社、掛川市の小笠神社とともに、園州の熊野三山とも称される。4月の第1金曜日から3日間にわたり、三熊野神社では、霊祭が行われる。この霊祭は、園州横須賀三熊野神社大祭と呼ばれており、越輿の行列や二輪屋体、 根さとの引き回しが行われ、例年多くの観光客を集めている。遠州横須賀三熊野神社大祭二日目に、御子抱き神事が行われる。この神事では、参拝者は、お年猫様と呼ばれる御子人形を抱いて、都御行列に加わる。遠方から小佐け祈願に来る人も多く、大祭のもう一つの名物となっている。文武天皇により大宝年間に創建されて以降、 熊野信仰などを背景に、住民からの信仰を集めた。文武天皇の皇后が、安山にて御子誕生せば、東に三つのお城を建て祭り、日夜うやまい申し上げると熊野散々に請願し、無事安山となった、神恩に感謝して、大宝元年に創建された。熊野散々の内熊野本宮大社を勘定したもので、朝廷から信領として、笠原の賞を与えられた。 剣武二年元旦、新田義貞が、戦勝祈願のために参拝し、楠木正成の鈴を奉納したと伝えられている。天正六年に、徳川家康が、当地に横須賀城を築城すると、歴代城主、家臣や城下金剛から数形された。元六年間にはすでに祭礼が存在していたと、されるが、当時は宇治子らによる舞踊が主であった。その後、 横須賀藩,藩主の西尾忠敬が江戸幕府老中に就任し、江戸での公務の際に見分した神田祭りや山王祭を地元に伝えたことから、1720年前後、屋台の引き回し等が祭礼に導入された。また、西尾の家臣らは江戸で祭り林を習得し、それが横須賀にもたらされ三者祭り礼林として今に伝わったとされる。以下の文化財が、 静岡県及び掛川市の有形文化財に指定されている。静岡県指定有形文化財静岡県指定有形文化財掛川市指定有形文化財また三熊の神社に関連する民族文化財として地固めの舞と田遊びの舞及び三社祭礼林が静岡県指定重要無形民族文化財に指定されている。境内には次の三社が鎮座する。 経済社 AB 掛川市役所、商工労働観光課、三熊野神社大祭掛川市役所、2008年6月9日、三社権現三熊野神社ホームページ、三小稲貴真事、2016年7月31日閲覧、三社権現三熊野神社ホームページ、三熊野神社についてご遺書とご申徳。2016年7月31日閲覧、 ABC 掛川市役所商工労働観光課三熊野神社大祭紹介掛川市役所 AB 掛川市教育委員会社会教育課文化財係指定文化財一覧表掛川市役所2011年9月23日閲覧ありがとうございます